みなさん、こんにちは。えセ、ー、パール修道会の山内神父です。えー、カトリック入門の第百五十四回で、えー。今日は教会は公け、まあ、不変であるという。その内容について、一緒に考えてみたいと思います。ええー、人心情の中で、教会はいつ、せ公、まあ、不変。 使徒継承と宣言いたしますこの4つの中でも今日はこの公、ま公、普遍について一緒に考えていきたいと思います教会はまあ、公、公、公、普遍であるというふうに言われるんですけれどもまあ、教会がこうしたあ 普遍である、公であるというときにカトリックという言葉がよく使われますカトリックの元々の意味はすべてに及ぶとかすべてを含むというそういう意味を持っていますこれはギリシャ語のカトリコスという言葉から出てきているものですまあ、このことを象徴するかのように 以前ミサがラテン語で行われていました司祭がどこに行っても同じ言語でミサを捧げることができるという考え方でしたまあその意味でこの普遍的というこうした一つの解釈によるものですしかし第二バチカン公会議によって言葉は違っていても ミサの内容が、えー、同じという意味で普遍的というそういう解釈考え方が出てくるようになりました。まあそれによって現在では日本では日本語で捧げる捧げることができるようになりました。まあ私事になるんですけれども私が小学生の頃。 ミサはラテン語で行われていました。まあ自社として手伝いをしたことがあるんですけれども、えー、自社が覚えなければならない箇所とか、そういうこの応答の箇所などいろいろあって、えー、とても大変だったなあというそんな思い出があります。カトリコス、まあこの公約普遍という意味には。 どんな意味が込められているでしょうかまあ、一つには教会のうちにキリストが現存されるというのでまあ、そこで普遍的という意味がありますキリストイエスのおられるところそこに普遍教会がありますというそんな言葉もありますまあ、教会はキリストの体として その頭に結ばれ、すべてにおいてすべてを満たしている方の見しておられる場です。まあ、こういう内容がエフェソ書の一章の中にも見られます。また基本的な意味として、教会は聖霊降臨の日から普遍的でもあると言われます。またキリストの再臨まで再臨の日まで常に。 そうあり続けるものですまたこの不変という第二の意味としてはこのキリストによって全人類に派遣されているというそういうことにも由来します教会憲章の中に次のような言葉が記されています人は皆神の新しい民に加わるように招かれています そのためにこの民は単一唯一のものとして存続しながら全世界に向かってまたあらゆる時代を通して広がるべきものです。それは初めに人間性を一つのものとして作り分散してしまったご自分の子らをついに一つに集めることを決定された神のご意向が成就されるためです。 神の民を飾るこの普遍性は周囲ご自身からの賜物であってカトリック教会はこの賜物によって全人類をその全ての富とともに頭であるキリストのもとにキリストの霊による一致において集中するよう効果的に絶えず努力している。まあ、これは教会の テンンショその13番の中に推移されている言葉ですけれどもまあこの中に普遍的とという意味を考えるることがでできるものですまたえー普遍的な意味として「開かれた教会」というそういう意味もあります。以前教会に入ることあるいは教会の中に終わりまでとどまることを 拒否するとなればこのような人たちには救いはない教会にだけ救いがあると考える人たちもいましたとてもこう制限されたとても狭い感じの解釈でしたでも時代とともに次のように考えるようになってきました本人の側に落ち度がないままに キリストの福音並びにその教会を知らずにいてなおかつ誠実な心を持って神を探し求めまた良心の命令を通して認められる神の意思を恩恵の働きのもとに行動を持って実践しようと努めている人々は永遠の救いに達することができると言われています。まさに救いが すべての人に開かれていることを考えることができるものですこの言葉の中に救いの普遍性というものを考えることができるのではないでしょうか聖霊は教会のあらゆる使命の主要な働き手です宣教するようにと教会を導かれるのはいつも聖霊の働きによるものです まあこのように教会が公やけあるいは普遍的ということを考えてくるときにまあ時代とともに本当にこの広い解釈また多くの人を救いに招いていくそういうメッセージが込められているのを考えることができるのではないでしょうか。今日は教会は公・普遍であるということについて お話をさせていただきました最後までご視聴いただきありがとうございましたまたお会いできるのを楽しみにしております